時刻は3時,を回りました3時といえばマンチタイムマンチとは英語でムシャムシャとかもぐもぐといった意味があります今日のおやつはれ <laughs> これシルクサンドイチゴゴなんかあのボックスの中がゴミ増えた気がするんですけどこれ。<laughs> ちょっとと後で片付けたいと思い思ます、えー、愛知県小牧市日本社を置く松永製菓の看板商品シルコサンド北海道産小豆とりんごジャム蜂蜜などを練ったあんを少し塩味を効かせたサクサクのビスケット生地に挟んで焼き上げた一口サイズのお菓子です1966年の発売以来半世紀以上も愛されている名古屋を代表するソウルお菓子ですが。 新たなフレーバーとしてシルコサンドイチゴが期間限定で発売されていますビスケット部分にイチゴフレーバーを練り込みフルーティーなビスケットとあんのコラボが楽しめるとのことです2019年に一部の店舗限定で販売されていましたが SNS での反響が大きかったことから全国で販売されることになったそうですでは今日のおやつ松永製菓のシルコサンドイチゴいただきます やっぱり、いちごはね、間違いないですね。なんだろう。まだ開けてもないや <laughs> オープンおーあすごいいちごの香りがめちゃくちゃします。では。見た目はですね、でも、これ、なんか、いつもともっと茶色いでしたっけ ちょっとピンクになってますかでも、小豆って言われてもわかんないようなピンク。ちょっと渋いピンクですね <laughs>。では、いただきまーす。こんな大きかったっけおーガリガリすごい中に、確かに、あの、あんがめっちゃ詰まってますよ。ほら。 ほら今見せてますみんなに。で,でもあのいちごの甘酸っぱさあの思ってた以上にパンチがすごいですいちごの。今もう鼻の中満開。いちごフルーティー。あと何だろう食感 <laughs> これ真ん中に穴が2つあるのは何でですか <laughs> コメント欄で。 松永聖花さん、真ん中に穴が二つある理由、ぜひ書いてください。お願いします。教えてください。美味しかったです。マンチタイム今日は松永聖花のシルこサンドイチをいただきました。